こんにちは。いつもケンケン TV を見てもらいありがとうございます。今日はですね、いつもみたいに、まあ、絵をね、描くのは描くんですけど、まあ、いつもね、こう、自分の動画見てて思うんですけど、まあ、ね、ウェアハウス開封して、開けるだけだとね、ちょっと面白くないので、ちょっとね、開封する、動画をね、皆さんと一緒に開封していこうと思います。今日はね、久しぶりに、ワンピースのね、ウェアハウスをね、2つ買ってきました。っていうのは僕、こういうね、ウェアハウス買うときは決めてるんですけど、1回で買うときはもう2つにしてるんですよね。じゃないと、これ食べれないともったいないからですね。ウェアハウスでも美味しいから、2つってしてるんですけど、このね、ウェアハウスを今日は開封して、最近ね、ずっと右手、左手、両手で描いてたんですけど、今日はちょっとね、右手だけに専念して、書いていこうと思います。でね、ちょっとね、右手、左手、両手書きやってて、やっぱり気づくんですけど、ちょっとね、右手のクオリティがね、ちょっとやっぱり落ちてきてるので、ちょっとね、立て直すとかじゃないですけど、まあ、練習の意味込めて書こうと思ってね、開封をしたいんですけど、これね、パッケージだけでも、ね、全然書きがいがあるっていうんですかね、見てて面白いので、今日はね、まずこのパッケージを、書いていこうと思いますので、ぜひね、動画の方ご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速ね、もうルフィをね、倍速かけてますので、パッとね、ルフィが完成しちゃいましたね。本当はね、これ、この上に描きたかったんですけど、相変わらずのね、サイズ感のミスで、もうスペースがなくなったんで、左にゾロを描いたんですけど、ゾロのね、ちょっとデコ、おでこの隙間がね、ちょっとね、スペース取れなかったんで、ちょっとゾロが似てないですね。で、サンジはちょっとね、詰め合わせで描いた感じで、こんな風にね、仕上がりました。どうでしょうか？はい。じゃあね、ちょっとこの、パッケージのね、絵を、描いてみたので、本当はね、ちょっともう少し描きたいキャラもいるんですけど、まあこれもね、またパッケージ取っておきますので、今からこれ開けて、開けたシールをね、両手書きでやっていこうと思います。さあ、何が出るかな？ドーン、モンキー D ルフィ今ルフィ書いたんですけどね、いきますか。じゃあこのルフィを、両手で書いてみたいと思います。はい、それでは右手左手両手書き。さっきね、書いたばかりなんで、またね、ルフィを書いてるんですけど、でもね、やっぱ、顔とかね、全く違うんで、やっぱね、書いてて面白いですね。これは、ワノ国の、ルフィですね。うどんでの修行で、ワノ国の覇気、竜王を得得したルフィ。カイドウを倒すために、幾度となく戦いを挑む。俺らを超えて海賊王になる男だ。ね、かっこいいですよね。僕もね、このワノ国のね、ワンピースのやつ見てたんですけど、ちょうどね、この覇気を覚えるあたりがですね、ちょうどなんか見応えがあったというか、見てて面白かったなっていうところですね。これね、ほんとやっぱりね、相変わらずつかめないこのスペース問題ですね。本当はね、下半身もう少しあるんですけど、そこがね、描けませんでした。でね、色をパッとね、つけて最後に、ちょっとこう、竜王っていうんですかね、炎。炎っていうのかな？覇気っていうのかな？覇気をまとってるようにね、最後仕上げて終わろうと思います。
今日の動画ですね、初めて見たよとか、たまに見てるよという方がおられましたら、またね、頑張る励みになりますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。そしてね、いつも動画見てもらってる皆さん、動画にね、コメント見てもらってる皆さん、本当にですね、ありがとうございます。皆さんのコメントで心が折れそうな時も頑張っておりますので、引き続き頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。3月年度末になっておりまして、皆さんも大変な時期かもしれませんけども、どうか無理せず自分のペースをね、貫いて一生懸命頑張っていきましょう。はい、まもなく完成ですね。これが完成した絵になります。ご視聴ありがとうございました。